関広氏は、日本の実業家。2010年現在中ドリース株式、会社代表取締役社長。また、同社の筆頭株主でもある。北海道帯広市出身。1965年3月、北海道帯広三条高等学校を卒業。1970年3月、北海学園大学法学部卒業。1970年4月、 帯広市役所に入所する。1986年、帯広市市民、皇室秘書課長となる。1990年3月、帯広市役所を退職する。1990年4月、学府、中道正樹が創業した中道リース株式会社の常務取締役社長室室長に就任する。1991年4月、同社専務取締役に就任する。 1992年4月、同社代表取締役副社長となる。1994年4月、中道リース株式会社代表取締役となる。また、中道リースの母体会社であった、中道機械の取締役も兼任する。以後、経営トップとして、中道リースの発展に寄与する。関東、東北地方に営業エリアを広げる。 リース再建の小口化や流動化を推し進める。2005年7月14日、中道機械と中道リースとの対等合併が発表され、中道機械の代表取締役社長に就任することが予定されていた。同年8月29日、中道機械との合併が白紙撤回される。2009年2月5日、中道機械が民事再生法の適用を申請して倒産する。 しかし、中道機械から独立して発展した中道リースへの影響は大きくない。この際に中道機械が所有していた中道リース株式を個人で譲り受けたため、2010年現在、中道リースの筆頭株主となっている。ありがとうございます。